2020年東京オリンピックの水球競技は2021年7月24日から8月8日まで国際水泳連盟管轄の下で実施されるオリンピックの水球競技。本大会は東京辰巳国際水泳場で行われる。今大会は前回より女子が2チーム増加し10チームとなった。世界最終予選ホスト国のオランダ2020年 ヨーロッパ水球選手権の2位から13位の9チーム、2019年、パンアメリカン大会2位のカナダと、同3位のブラジルの、計12チームが出場する。グループリーグの抽選は2020年2月11日に、ローザンヌで行われた。トルコが、新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した、ことにより失格となったため、実際には11チームが出場した。 決勝に進出したモンテネグロとギリシャ3位決定戦に勝利したクロアチアがオリンピック出場権を獲得した。世界最終予選2020年ヨーロッパ水球選手権の3位から9位の7チームギリシャ、フランス、スロバキア、イスラエル2018年アジア大会2位のカザフスタンのほか、オセアニアからニュージーランドワイルドカードとしてウズベキスタンの 軽重チームが出場する。グループリーグの抽選は2020年2月11日にローザンヌで行われた。ウズベキスタンとニュージーランドが出場辞退したため、実際には8チームが出場した。決勝に進出したハンガリーとオランダがオリンピック出場権を獲得した。12チームを6チームずつ2つのグループに分けて、総当たり戦を行う。 各グループの上位4チームは準々決勝に進出する。準々決勝の敗者4チームは5から8位決定戦に出場する。9から12位はグループステージの成績により決定される。グループステージ組み合わせ抽選は2021年2月21日にロッテルダムにて行われた。6つのポットに分けられた12チームを6チームずつの2組に抽選した。 グループ A グループ B10 チームを5チームずつ2つのグループに分けて総当たり戦を行う。各グループの上位4チームは準々決勝に進出する。準々決勝の敗者4チームは5から8位決定戦に出場する。9位と10位はグループステージの成績により決定される。グループステージ組み合わせ抽選は2021年2月21日にロッテルダムにて行われた。 5つのポットに分けられた10チームを5チームずつの2組に抽選したグループ A グループ B ありがとうございます。